んにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、彩羽まやです。今回はよく聞かれるんですけれども、宝塚にいた時に一番辛かったことって何ですかって聞かれるので、それについてお答えしようと思います。私は音楽学校2年間と、宝塚は丸4年5年目に退団してます。兼語で退団してるので少し短い期間ではあるんですが、その中で一番辛かったことを発表したいと思います。宝塚に在籍中一番辛かったことは、靴ずれです。もう本当にね、みんな想像して靴ずれした状態で踊る足の痛みを宝塚はやっぱ見てても分かると思うんですけど、踊りがいっぱい踊るんですよね。で、あの踊りを綺麗に踊るためにはお稽古もいっぱいしてレッスンもするんですよね。なので足の裏をすごく使います。で、慣れてない時とか、あと裸足でね、レッスンで裸足で踊らなきゃいけない時とかは、足のこの部分、ここの親指の下のこの部分がカッチカチに固まってめくれるんですよ。これがね、めっちゃ痛かったの。もうね、想像してごらんジョン・レノンみたいな、想像してみてください。皆さん、両足のこの足の裏のこの親指の下のここの部分がベロンとめくれて、柔らかいピンクのね、一枚薄い皮がついたぐらいのね状態でつま先立ちで踊る姿を、痛いんだこれが。ほんと思い出しても痛いですもん。これをね、私はね、宝塚に在籍中に5回ぐらいはやりましたね。使い方が悪いのかもしれない、私の。あと私自身が皮が薄いとか、なんかそういう理由もあるかもしれないんですけど、それでもテーピングとかしながら踊るんで、それが本番中だけじゃなくって、お稽古中が一番痛い。本番中はね、やっぱ緊張してるから結構痛くないんですけど、お稽古中はね、いろんなことを気にしながらやったりする中で足のことも気になるんですよ。めっちゃ痛い、痛かったということで、私の中で宝塚時代に一番辛かった経験は靴ずれです